様、おかえりなさい。顔が赤いですか？お風呂場のお掃除をしていたので少しのぼせてしまったのかもしれませんね。お仕事もフェスも最近頑張りすぎですか？いいえ、このくらい全然平気です。温泉もオープンしたばかりですし、むしろちょうどいいくらいです。それに自分に甘えていては立派な女将にはなれないので。ではそろそろお仕事に戻りますね。オーナー様はどうかごゆっくりなさってください。このぐらいの忙しさ、お母様ならもっとしっかりしないと。あれ、体が。本日は皆様に大変ご迷惑をおかけしました。お風呂場で倒れていた小春をオーナー様が介抱してくださったとか、自分の体調も管理できないなんて、小春はお上失格ですね。はい、熱はまだありますが、明日にはまたお仕事を。しばらくの間絶対に安静ですが、それではオーナー様やお客様にご迷惑を。はぁ、かしこまりました。何かしてほしいことですか？そんなオーナー様に。ではそちらの方は取っていただいても。違います。本を読んでいただきたいとは言って。でもこんな機会、一冊くらいなら。ダメです。オーナー様、その本は、その最近こっそり買った恋愛小説ですので。謝らないでください、オーナー様。では冷たいお茶を、そのいただけますでしょうか？熱また上がってしまいました。オーナー様、優しくて面白くて不思議なお方です。